それではバタフライさん、これからいくつか心理テストを行い、あなたの悩みを解決に導いてみせましょう。ううテスト楽しそうや。ああ違う、楽しない。テストその1、ロールプレイング。あなたと一番仲のいい人になりきってください。いやあ、僕はマルコ。この隙にジーンズ生かすだろ。ううジャッキーリントーマスが来た。空手でいいとこ見せちゃうぞ。このほくろがチャームポイントさ。テストその2、アートセラピー。子供の頃を思い出して絵を描いてください。難しい。何を表してる。子供の頃一体何があったんだよ。別に、ただユニコーンと怪物の絵描いただけや。テストその3、インクのシミ。これが何に見えるか教えてください。インクのシミ、当たりや。ああ、ごめんごめん。そうじゃなくて、これ見て何を思い出す？太った山嵐。ああ、そう、そういうこと。それじゃあ、これはどう？帽子をかぶったちっこい宇宙人。そっか、うちほんまは帽子かぶったちっこい宇宙人やから寝ながら魔法使うんや。違うよ。じゃあこれは、あ、ごめんよ、これはなしで。ママのこと思い出したわ。うちはこれから女王になるんやからって、これしなさい、あれしなさいって命令するんや。君が心の中で悩んでることが分かっちゃった。お母さんとの関係だよ。イエーイ、ママとの関係で悩んでる。喜ぶとこじゃないよ。ああ、ママとの関係で悩んでる。まあよかった。何で悩んでるかが分かって、解決に一歩近づいたね。近づいたんやね。事件、は、ちょっと何が、これパンツ？大変、マルコ裸や。いやパジャマ着てるって。あいつは顔をくれるか。あ、ただ魔法使ってたんじゃないのか。君はこの変な像みたいなやつと戦ってたんだよ、寝ながら。わお、うちってすごいね。あんたの顔をもらいに来たんや、顔を盗みにね。そしたらお尻をこんなにされた。静かにして、もう夜やから。悪いけどな、あたし聞く耳持ってないねん。はい、チーズ。あたしセイントオルガから逃げてきたんよ。え？ちょっとなんで？道連れにするつもり？いや、あんただけオルガに行くの。だって、あたしらよう似とるやろ。背丈もほとんど同じやし、横幅もぴったりや。みんな見間違えるわ。でもちょっと顔が違う。はい、チーズ。だからあんたの顔の部分をレーザーで切り取ったろう思って。あんたにはあたしの顔をあげる。あたしはあんたの顔をもらう。そしたらあの監獄にはあんたが行くことになるやろ。昔ながらの顔交換トリックってやつやん。おかしい。それ今までで最高の冗談だよ。あたし本気やで。スター、大丈夫だ、今助けるよ。うわー。Thank you.